ちょっとお腹痛いですから。はい、どうも皆さん、ラファエルのサブチャンネルですけど、何か。今日なんですが、ですね、ちょっと以前の10月かな、9月にやったダイヤモンドの5億円分プレゼント企画の詳細ですね、キョウミンさんと一緒にやってた、歌舞伎町のキャバ嬢のキョウミンさんなんですが、の詳細だけちょっとお伝え、ちょっと進展があったんで、あの時にプレゼント企画をやりますって言って、養殖ダイヤモンドなんで、発送が2月以降随時って形で、で、連絡はもうすべて行ってるらしいので、ツイッターの DM なのかな、公式のそこのダイヤモンドのところのツイッターですね。そこから行ってます。で、一応詳細だけ伝えておきますね。メールとか DM の、もらってても、漏れっていうのがあると、もったいないので、一応言うと、世界888人に当選ということで、プレゼント企画やってたと思うんですが、そのうちで、世界でやってるんで、他でも僕以外に、このキャンペーンを、他でももうすでにやってて、本家っていうか、アメリカの方ですね。で、日本でそれを僕が、宣伝したのが、僕で、日本人当選者は、日本人の当選者は、約100名かな。50から100。で、2月中旬より随時発送。で、ダイヤモンド、養殖なので、全部発送、888人全部発送終わるまでは1年ぐらいかかりますよということと、連絡はもう入ってるらしいです。で、日本人がそのぐらいの割合でってことで、そうですね。もともと本体がやってるキャンペーンなので、日本人の割合はそんだけになりますよってことですね。はい。あ、ほんとこれだけのお知らせなんですけど、最近 DM とかで、ダイヤモンドのプレゼント企画どうなったんですかってのあるんで、当たってる人は DM が来てるはずです。で、一応ちょっとお願いなんですけど、まあ、プレゼント企画、まあ、いろいろ過去にもやってるんですが、もしその個人のアカウントで、問題なければ、届いた時、タイミング、もしくは当たったのメール来たのタイミングでもいいんですけど、当選したっていうのをツイートしてもらえれば、ありがたいかなって感じです。まあ、エゴさした時に出た方が、まあ、感じがいいんでっていう意味で。だけど、したらまあ、個人のアカウントなんで、あんまりそれ言いたくないって人は全然それは任意で大丈夫です。っていう感じで、プレゼント企画は、今現状進行形なのはそれだけかな。最近やってたのは、偽赤。先にさ、今動画撮ってるんで、静かにしようって。なんで、それだけですね。で、あとはプレゼント企画とか、まあ、随時いろいろ何かあったらやっていきたいなっていうのと、結構そのガラクタじゃないですか、以前サブチャンネルだったんですが、いろいろ企画で使ったもので余ってるものとかたくさん増えてきたので、そういうのも、どんどん私物とかも、なんか普通に、なんか動画に絡めずに普通にプレゼントとかしていきたいなと。以前ファニコンっていうのやってたんですけど、もうそれちょっと僕、大会しちゃったんで、今何かそれをなんかスキーム的に、できるガチャとかそういうもの持ってないんで、まあ、多分 YouTube で動画でやるかなって感じです。で、この動画は多分今日の深夜ぐらいに上がってると思うんですよ。16日日変わってすぐぐらい。なんで、何かあったらやっていきます。で、次動画配信が18日ですかね。で、その次が、いつだったっけな ?22 かなんか、ちょっと覚えてないですけど、そんな感じで、また、ちょっと休みの期間続きましたけど、中3日休みぐらいで配信してましたけど、またこれから毎日投稿をおそらくやると思うんで、でまあ、2月、海外の、ネタも行くんで、海外のネタで何かやってほしいものあれば、ラスベガスなんですけど、ネタ募集してます。今のところあるの何だったっけ、シャンパン自販機空にするとか、まあ、海外なんで銃撃ったりとか、その辺ですかね。なんか面白い。もうちょっと、ナンパとかそういうのはちょっと、言葉が難しいんで、普通に何かサクッとできるような。一応なんか向こうは結構いいホテルを、マネージャーが取ったんで、そこのホテルのスイートのレビューみたいなのもできればなと思ってます。カジノがなんか撮影できないらしくて、そこはなんか、肝心なところが映せないんですけど、まあ、何か面白い企画できればなと思いますので、また動画の方を見ていただければと思います。